ローリー・ウィリアムズは、テレビドラマ、ドクター、フーの登場人物。11代目ドクターのコンパニオンにして、エイミー・ポンドの夫である。アーサー・ダービルがあるじに演じ、幼少期は、エゼケール・ウィングルスワースが演じた。レドワースで暮らすエイミーの幼馴染みであり、彼女と同い年。エイミーに、長らく恋愛感情を抱いていたが彼女には気づかれず、友人メルスの発言がきっかけで、 そう思相愛であることが判明した。エイミーと本格的に愛を育むようになる以前には、エイミーと二人で旅をしているドクターに嫉妬に近い感情を抱いていた一面もある。エイミーに対しての愛は深く、パンドリカに2000年近く封印された彼女を外で守り続けた。普段はエイミーやドクターに振り回される役回りであるが、旅で彼女を危険に陥らせることも、 ままあるドクターに対して強い態度を取ることもある。パンドリカをめぐった出来事の後は、劇中で、100人隊長と形容されることが多い。エイミーとの結婚後は、ジップ、ブライアンの3人で生活しており、一時は、ドクターとの旅と日常生活の板挟みとなって、苦心していた。演じているアサーダービルの風貌の特徴から、わし花を揶揄されている。劇中で、幾度となく、 死を繰り返していることが特徴である。看護師として病院に勤務していたが、プリズナーゼロの事件に巻き込まれた際に解雇され、同時に11代目ドクターと出会う。当初はドクターからろくに相手にされていなかったが、エイミーの婚約相手が彼だと知ったドクターにより、婚前旅行へ連れ出される。これを機に、ターディスに乗り、ドクターとエイミーの3人で旅をすることとなる。 ドリームロードの用意した夢の世界では、レドワースで妊娠したエイミーと生活しており、また看護師の職にも復帰し、充足した日々を送っていた。この夢の世界で、エイリアンにより殺害されるが、彼の死はやがて現実のものとなってしまう。2020年のレドワースで、ドクターと別れ、エイミーと生活している様子が観測されたものの、その未来へ至る前にサイルリアンのレースタックに、 銃殺された上、付近に存在した時空間の裂け目に飲み込まれて歴史から存在が消滅した。その後、西暦102年のローマ兵士として復活する。ドクターとの旅の記憶がほぼ薄れたままローマ人として生活していたが、エイミーとドクターがこの時代に到達したことで記憶を取り戻す。この時に自身が人間ではなく、エイミーの記憶を利用して、ネスティーン式体により生み出された。 プラスチック人形であることを悟る。ネスティーンらの陰謀により崩壊した宇宙の歴史をドクターと共に正し、人間に戻ってエイミーと結婚式を挙行する。エイミーとの結婚後は、タービスの中で子をなし、その子が成長して、後のリバーソングになることを知る。試練シをコでのドクター暗殺の際に発生した、もう一つの宇宙では、エイミーの復身の軍人として活動し、 ここでもエイミーに対して好意を抱いていた。リバーソングを受胎したエイミーは、その後妊娠不能な肉体となっていたため、それが原因で彼女とローリーと生活は、険悪なものとなり、一時は破局を迎える。しかし、エイミーと共にダーレックに拉致された際に、再び愛が深まり、関係は修復された。その後も、ドクターやエイミーと旅を続けていたが、 嘆きの天使による襲撃を受け、自らを犠牲にして、窮地を乗り切ったものの、再び襲撃を受けて、過去へ飛ばされてしまう。彼を追って、過去へ飛んだエイミーと出会い、彼女と共に、過去の世界で過ごした末82歳でこの世を去った。劇中で、ローリーが頻繁に死を迎えることは批判の対象となっている。デジタルスパイの評論家であるモーガン・ジェフェリーは、 危険と王く死の存在は、ドクター風に重要な要素の一つであるが、ローリーの繰り返される死と蘇生は非常に頻繁であり、サウスパークのケニーの死と比較せざるを得ないとコメントしている。インデペンデントのニーラ・デブナスは、シリーズ6、ドクターの妻の批評において、ローリーが殺されることへの消耗が正式に発表されたと発表している。 SFX の SF テレビの復活シーントップ10でローリーは3位に入っておりお決まりになりつつある。とはいえ常に面白みを持っているので気にすることではない。ただし海賊のエピソードだけは面白みがなかったと評価されている。しかしシリーズ6でローリーの英雄的な場面が増えたことは称賛されておりチャーリー・ジェーン・アンダースはシリーズ六ドクターの戦争を経てローリーが ギャグキャラから真の選手へ変化したと述べた。ザップにイットのサム・マクパーソンはローリーがシリーズ後の登場人物で最もキャラクターを成長させ一般的に楽しいキャラクターへ進化したとしている。ラジオタイムズはドクターと旅をする際のコンパニオンの反応としてローズ・タイラーのような積極的な反応よりもローリーのような慎重な反応の方が現実的であると評価している。 しかしデイリーテレグラフのミッチェル・ホーガンは、ダニー・ピンクや、ミッキー・スミスと共にローリーを並べて批判している。ローリーは2012年にバージンメディア TV の t v キャラクター・オブ・ザ・イヤーに名を連ねた。SFX は、エイミーとローリーを SF ファンタジーのロマンスのベスト2に位置づけた。ありがとうございます。